はい、こんばんは、かまでーす。まさかのよしのりでーす。間に合ったー。間に合ったね。ギリギリやったね。ギリギリやった。ECC、うん、でも、パッてもう、シーンってなってる時にズビーって言ってたもんな、鼻。ちょっとね、鼻水がね、出るのよね。10時ちょうどで鼻噛んでた。10時ちょうどで鼻噛んで、9秒でゴミ箱にティッシュを捨てて、格上げて、間に合わせました。ね、本日も始まりました。ね、やりぐたん。水曜日。まさかのよしのりでお送りしますよ。よろしくお願いします。お願いします。タイムキーパー佐野ちゃんですね、今日は。なんでなのこれは。まさかのくんおるのに。いや、それはたまにはやらんと。え、基本こっちやんの。基本こっちやけど、先週か、こじけん、先週か先週こじけんとやった時も俺こっち側やった。カフじゃない。もう卒業したんや。じゃあカフは、そう、飽きたの。いや、もう個人マサヤを育てようって思ってるんじゃない？ 40 分喋ったりすることがあるから。結局、あ、大正解。その通り。育ち切ったから、育ち切ったがゆえのよ。何やねん。育ち切ったがゆえの自由さんやんか、それは。あ、40分やっても。もちろん、それは、オープニング15分でやれって言われたら15分でできるのよ。おう。でも、できるからこその、はみ出し方やねんか。あ、できるから、後で調整。こんだけ遊んでも、そうそうそう、自分たちのトークで調整して番組ピタッと終わるよっていう。っていうが夢の40分やんか、うん、オープニング。その時もだってね、ピタッと終わったんですよね。そう、結果なんか途中で巻いたりしたから。巻いたんだけど、オンタイムにはなったから。なぜか。でも噂によると何個か飛ばしたりしたんでしょ、なんか。飛ばしたりしたけど。飛ばしたの予定を。何度でもなるから。何とかしてくれてんねん。ありがとうございます。いつも自由にやらせていただいて。ね、学べよ、タイムキーパーを。でも今日はぴったりいきますか。オープニングは何分までですか、これ。お前、そんなんも把握せんと、お前。2年近く。お前。ちょ、日によって違うやんか。これ、だって今日、初めてじゃない？オープニング25分までって。まあ、それ22分とかやな。だから20分の時もあるけど。で、最初とか15分までやってん、オープニング。あ、そうやったっけ？そうか、そうか。そうね、最初15分間やってんね、オープニング。そうか、そうか。だんだん伸びてきて。うん、俺らの時でも30分撮ってくれてたから。30分撮ってくれてたのが40分になってしまっただけやからさ。たまたまね。たまたまね。それはしょうがない。そうそうそう。そうか、そうか。今日は25分までね。オッケー。うん。きっちりタイムキープしていきますから。はい。まさかどくんの前ではね、頑張りますから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ドームが始まりますよ。始まりますね。もうすぐですよ。もう2週間切りましたね。1週間ちょっと。ね。でもまだ、リハ、3回しかしてないね。そうやな。A もなんか参加できてないメンバーもいたりとか。そうね。そう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 。とか忙しいから、なかなか参加できてないし。うん、まあでもこれからまだまだ。一週間あったら詰めれるんでね。一週間か、早いね。そうやで。まで。日月か。16、17日です、うん。そうです。そうやで。で、ちょっとね。うん。なさすぎるね、稽古が。ふわふわ。ドキドキするよな。まあ、そうそうそう。やることは分かったけど、うん、何やるかははっきり分かってない感じが。確かにな。どう、こっからどう進んでいくのか。いかに、なんやろな。初の試みというか、そう、今までにないチャレンジをしてるかっていうのが、なんか、この稽古の進み方とかで分かるような、そうね、時間の感じとかでな。でもやったことないからこそ、トントン拍子で進んでいかへん感じね。うんうんうん、みんなで、あたふたしながら、ほんまにほんまに頑張ってますんで。振り付け師さんもみんな、そうそうそう。そう、ただただ、楽しいライブを作りたい、盛り上げたい、一心で頑張ってますんで。ぜひぜひ楽しみにしておいてください。お願いします。ね、佐野ちゃん、ちょっとお便りもいただいてますよ。お願いします、お便り。神奈川県横浜市のラジオネームゆぺさんからいただきました。ありがとうございます。今日担当の二人、こんばんはっさ。うわさ。先日、佐野くんが出演されてた鬼レンチャンと神業チャレンジを拝見しました。へいへいへい、ありがとうございます。プレッシャーの中、挑み続ける姿にとても感動しました。ありがとうございます。私の母は鬼レンチャンを毎回必ずリアタイしているのですが、うん、今回初めて佐野くんの歌声を聞いて、ああ、そうね。こんなに歌が上手な人がいるんだ、と感動していました。そうなんや。腹立つな。神業チャレンジもテレビの前で正座してまたファンが増えそうだね。もうテレビ正座してまたテレビのファンが増えそうだね。ドラマーだから太鼓も上手だねとニコニコしながら見ていて嬉しくなりました。お母さん嬉しいね。母もすでにファンになったようです。嬉しいね。これからも応援しています。ありがとうございます。よかったな。見てくれたんでしょ、まさかとくんも。もちろん。見てたよ。見てた。あの、ジムで。ジムで。ジムで、あの、休憩しに水飲みに行ったらテレビでついてた。うん、あ、そうや。ほんと見てよ。ジムじゃなくて。いや、ごめんごめんごめん。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。いやジムで流してくれてるのが嬉しいですね。そう、流れてたよ。いや、念願の鬼レンチャン出してもらいましたよ。ね。皆さんの、お便りのおかげで。あ、そうなの。そうそう、ノブさんが番組の中でも言ってたんやけど、うん、俺、
実際に挑戦したロケの時にもスタッフさんから、うん、ファンの子からのお便りがすごくて、はがき、とか書いてくれた、うんうん、はがきがすごくて、いっぱい書いてくれて、ジャニーズにはもうこの子しかいないから、佐野に挑戦させてくださいってファンの子がいっぱい送ってくれたってスタッフさんからも言われてて、すげえ。放送でもノブさんがそれを喋ってて、はがき写真撮ったのが写ってて、うん、4枚やって、大悟さんが、4枚だけやんけってずっこねたい。あれは本当に4枚なんですかね、皆さん。いや、どう、一部かもしらんよな。一部抜粋で。4000枚あるうちの4枚とか抜粋したのか。4000枚はわからんけど。本当に4枚なのか。確かにな。もうちょっとね、送ってくれてても嬉しいなと思うけど、本当に4枚ならね。うん、ただ、4枚で叶うってなったら、よっぽど4枚が濃かったんじゃない。いや、すごい、すごい鮮やかな4枚やったけど、うん、4枚で鬼レンチャンって出れんねやと思って。何ちゅう言い方すんの。いや、でも、めちゃくちゃ褒めてくださってたやん。そう、あったがマジで、今まで自分が出たテレビとか、放送を見るの別にドキドキすることはなかったけど、なんかある程度こうなってるんやなってわかるから。収録の時に、お二人の、そう。な、ツッコミとかヤジとか聞こえへんからな。俺がカラオケやった1ヶ月後とかにスタジオで収録して渡すの1ヶ月ぐらいから、もう挑戦したのは2ヶ月前とか。そんな前やったんか。そう、めっちゃ前。何してもらう、そう。全国ツアー中とかや。ええー。そうそう、全国ツアーのどっかの隙間やった。ツアー中にやって大変やな。そう。大阪2回目帰ってくるちょっと前とかやったかな。うん、まだそんな、大阪7回みたいな詰まってる時ではなかったけど。ああ、ライブ中や。そっかそっか。だからめっちゃ前やから。うん。自分がどんな感じで歌ったりとかも覚えてないし、何喋ってるかも覚えてないし。うん。で、スタジオでボックス言われるから、鬼レンチャン。めっちゃ突っ込まれた。そう。私はすごいいじられ方したりするから。そうやな。河合くんがめちゃくちゃ笑い取ってたりとかするもんな。そうそうそう。厚語りアホーとかさ、神山くんの。いや、おもろいよな。アホーとか、浜田くんの、うん。なんかめちゃめちゃ。いや、いいセンテンスのニックネームをな。そうそうそう。つけてくださってるよな、毎回。ニックネームつかんかったん悔しい。そっか。そう、ニックネームなかったよ。それだけな。でも最後に大悟さんが、うん、頭かいたら、第二の人格が出てきて、うん、爽やかに人を傷つける子やねみたいな、おなんかキャラクターを説明してくれたから、それそれそれと思って、すごいな、一回で、そう、リアルタイムで俺は神山くんとメールをしながら、レンちゃんを、あ、そうなん、もらいました、はい、やば、そう、番組の中でも何回も神山くんの名前出させてもらって、うんうん、2人のツーショットの写真も出させてもらったりとか、神山くんが鬼レンちゃん俺が出るって決まった時にメールで、音程バー外さへんコツありますかって聞いたら、メール、文字やと難しいから、電話させてって言って、もうそのまんま電話かかってきて、20分ぐらい電話させてもらって、うん、みたいな話もお姉ちゃんにしてたけど。あ、そうかそうか。だから、かわいくんじゃないわ、神山ちゃんは。急に、うん、さっきまでテレビでかわいくん見てたから。そうやな、ごめん、俺がちょっと呪術のやつ見すぎ、見たすぎてさ。川島さん MC のね。そう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 。特番、ゼロの後に流れてたやつをずっと見てた。かわいくんってちょっと。可愛くんが出てたから、そこに。神山くんが電話してくれたのも話してたから。うん、うん。リアルタイムで見てくれて、何年ちゃんかは言わんといてなって神山くん言ってて。おー。だから言わずに、ほんまリアルタイムで楽しんでくれて。そしたら、俺も燃えました。いいかっこええ。また、まさややったら次出たら撮れると思うけど、俺が先、いただきに行きます。めっちゃ熱いやん。熱いのいただいてね。熱いな、勝ちたいね、でも。また出なあかんな、じゃあな。神ちゃん、浜ちゃんに勝ちてよ。強いからな。ちゃんしたいのよ。いっぱいまた、もうリスナーさんにお便り書いてもらおう。あ、また。書いて、ちょっとほんと、今、ヤンタンを聞いてくれてる皆さん。うん、リスナーの皆さんに。鬼レンチャンの、うん。曲に。皆さん、今、ヤンタンを聞きながらでいいので、はがきを書いてお礼を送ってください。4通だと恥ずかしいので、嬉しいよ、4通でも。めちゃめちゃ嬉しいんだけども。次もしね、呼んでもらうきっかけに何かに繋がったりとか、うん、次スタジオに呼んでもらった時に、大量のハガキ見せつけましょうよ。うんうん、大悟さんに。4通って言わへんように。40通とか。40通ね。倍になってたね。10倍になってたら嬉しいですから。うん、ぜひぜひ。皆さんも、僕も、まさか、呪術の特番にまさかどうっていうお便りを。マジで、そんな好きやってんの。いや、俺むちゃくちゃ好きやで。そう、え、喋ってる？いや、あんま言ってなかったのもあるけどさ。そんなアニメの話してるのも見たことなかったから。いや、そうやね。めっちゃ意外やった。むっちゃ好きやねん。さっきの熱量。椅子一回も座ってなかったんだって。どこのテレビについてるかって、もう、MBS のラジオ局駆けずり回る。あっちやこっちやって。写真撮ろう言うてんのに、公式ツイッターのテレビ見に行って。じゃあ、そのタイミングでちょうど、ね、明日からの、未公開のオープニング一部流しますみたいな。
こっから始まんねやちょっとよくわかんないけど、こっから始まんねやが。俺はついてけへんかったけど。いや、そうなのよ。大好きやね。大好きです。昨日も単行本もね、買いましたし。あ、へぇ。そうそうそう。23巻、ね。23巻です。はい、知ってます。23巻は知ってます。うん。さっき説明してくれたから。いや、伝われ。この熱量どっかに伝われ。第2期から見ますわ。いやいや、その、今、わからん、配信してるからさ、サブスクで。一期見て、ゼロを見て。一期は何話ですか？一期、何話やっけな？10話ぐらいかな。お、見やすい。あの30分とかで。いや、嘘。もうちょっとあったから、もう分からない。まあまあまあ、見る。でも何回も見てる。何回も見てる。一期も5、6周してるし。呪術のゼロに関してはもう10回ぐらい見てるもん。10回以上見てる。おー、すごいね。新幹線の行き帰りで見てる時もある。うわ、今、はがきが進んでるよ、みんなの。はがき。はがきが進んでるよ、リスナーさんの。出てほしいな、次。いやー、ちょっとなんか、ね。いや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 。まあまあ僕は見えるだけで幸せなんで明日からのね2期を楽しみたいと思います。いいね、楽しみですね。明日の11時56分からね。そうですそうですそう、神業チャレンジもね、ありがとうございます。そうやそうや、神業なんなん、鬼なん神なんどっちなん。鬼でも神でもあるからめちゃくちゃ鬼でも神でもあるからすごいな。神業チャレンジ昨日そうメンバーにも喋ってたけど、うん、目隠しで太鼓の達人左と右両方叩くと思ってたら、それは画面見てよくてっていう意味わからんミスをして、だから勝手に難しいことしていってたよね。そう。10倍ぐらい難しいことしてて。まあまあまあ、それ、あれが北海道の次の人がやったんか。あ、そうや、言ってたな。そう。みんなにコール&レスポンスで、EM ミュージックビデオ作ってねーって言うでもらって、うん、次の日やったけど、まあミュージックビデオは叶わずでしたけども。気合い入れすぎたよな。太鼓は、また、挑戦してきますから。ぜひぜひ楽しみにしてだってもう基本的にアミューズメント施設におらん、最近ずっと。空き時間。そう。ほんまに。太鼓がカラオケずっと。ほんまに。フレッショーの楽屋がゲーセン。ずっと太鼓の達人の音してるから。ほんまやな。10カンバー、50カンバー、100カンバーの声が、ドンちゃんの声がしてるからずっと。小島にヤジ飛ばされながら叩いとったやん、昨日。そう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 。裸の小島に。そういうノイズをクリア、くぐり抜けながらやってるから。いや、確かにそうよ。集中力上がってるから。そうそうそう。A グループの楽屋で。昨日すごかったわ。みんなに邪魔されながら練習してたから。そうやな。そうそうそう。全員あれで慣れてるから。そうやな。その現場の緊張感以上のことをね、楽屋でやらせてもらってるから。うん。感謝してほしいね。まあ、また必ず挑戦しに行くんでね。神業チャレンジは。そうね。鬼レンチャン、神業。今後の佐野正哉に、ね、2つともね、期待ということ。100万かかってますから、取りに行けるように。ね、ぜひ MV のために。はい、頑張りますよ、ミュージック。どうぞよろしくお願いします。2年間やってるから。ありがとうございます。はい。お母さんもありがとうございます。もう一通を手書きで。レターセットでいただいてますけど、サムちゃん読む？うん、読む。ありがとうございます。嬉しいね。いや、可愛い。この間のステーショナリーセットの。あ、これか。めっちゃ可愛い。そうそうそう。カラフルよね。伏見区のラジオネーム、ひとみさんからです。ひとみ。ありがとうございます。ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく。スタッフさんだけ？俺、こんばんはって言われたけど。俺、こんばんはって言ったけど。いらいらいら。まさかののこんばんはいらん、全然。あ、そうか。俺のやつは。ヤンタンスタッフさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい。大きい声で。ヤンタンスタッフさん、こんばんは。ありがとう。よかったよかった。ありがとう。ほんまやな。今日のお二人こんばんは、俺読み飛ばしたんかなと思ったけど、スタッフさんだけです、ひとみさんは。ひとみさんはスタッフさんに優しいタイプの方。いや、いいことです。ありがとうございます。毎週楽しく配置をさせていただいております。ありがとうございます。先日発売のザ・テレビジョン2023夏、うん、A グループの吸引力のヤンタンスタッフさんのコメントを読み、どうしても感謝を伝えたく筆を取りました。うん、私自身社会人を10年以上やっておりますが、自分が働く周りの大人にこんなにも温かく愛を持って接してもらえることってなかなかないんじゃないかなとインタビューを読んでいて思いました。メンバーの個人の特徴やコンビによる違い、ヤンタンスタッフさんにしか見つけられない視点でのエピソード、全てが愛でした。私もこんな風に包み込んでくれる上司や職場の先輩に出会いたいものです。いつもたくさんの愛で水曜日ヤンタンを作ってくださり本当にありがとうございます。これからもたくさんの愛とたまには無知を与えながら、ヤンタンが長く長く愛される番組となりますように願っております。ヤンタン水曜日、うん、ええ感じのノート書籍化、おええ感じのノート書籍化楽しみにしております。ひとみさん、ありがとうございます。なるほど、もう俺らに向けてじゃないから、ヤンタンスタッフさんこんばんはやってね。な、そういうことやな。スタッフさんへの感謝のレターです、これは、うん、そうかそうか。いや、嬉しいね。読みました、スタッフさん読みました。あ、読んだ。あ、よかったよかったよかった。よかった俺らにじゃないから。そうやな。スタッフさんに届いたかどうか確認せんと。いや、でもほんまそうやでな。こんだけ雑誌とかの取材も協力していただいて。ほんまね。うん。こ
これも。あ、全然ページ見つけられへんくなった。さっきまで読んでたのに。56ページ、7ページ。56ページ、ありがとう。ここか。うん。俺、この小事件が一瞬大倉くんに見えてんな。どれ？このブースの56ページのでっかい小事件が。あ、雰囲気ある。ちょっと角度が大倉くんやんな。肩幅が大倉くんやな、なんか。肩幅のごつさが。そこか。そこで感じたのかな。角度なんかな、確かに。うん、若干あるわ。いや、読みましたよ、全部。グレショーも、うん、ジャニハクも、もちろんヤンタンも、スタッフさんが喋ってくれてるやつ。うん。面白いね。いや、面白い。こんなのあんねんな。さあ、言ってもらうの聞くことないやん、まず。そうそうそう、ないないない。こういう話、俺らってどうすかっていうこともせえへん。一人一人。そうそうそう。特徴教えてくださいって言わないもんな。な。おもろいわ。ヤンタンおもろいわ。うん。AP って書いてるのはディズニーですか？あ、違う？誰ですか？ AP さんって？え、誰誰？ムフム言ってるけど。ムフム言ってるってことは多分あの人や。何やねん。何やねん。いらんねん、今そういう時間いらんねん。何のテレやねん。多分あの人や。あの人か。せや、これがね、この取材に入ってくれた俺と小島くんの回が、うん、さっき言ってたね、40分の回やね。ああ、はいはいはい。俺がカフで40分オープニングで喋ってしまった回やから、はちゃめちゃだったので、これで成長しましたとは言いにくいんですけど。3行目で、3行目でそんなこと言われてる。1問目がな、あの6人の成長はやからね。いやいや、成長感じますよでいいやんか。いやでも40分見ちゃったらそら、だって初めてやんか、そんな内容を飛ばして詰めて。いやいや、まあ確かに。2年経って。そうやで。成長しましたとはまだ言いにくいですが、から始まってるけど。あ、いやね、これ、うん、いや、すごいね。いや、あのね、うん、面白いの買ったのよ。はいはい。あ、これこれこれ。どれや？あの、組み合わせによって変わる番組、各ペアの距離感の違いや変化を見てきた AP が最近注目しているペアを聞くとっていうので、一、うん、つ目が、末澤福本。へぇ。で、まああの、距離感というか最初は仲悪いんかなと思いながら聞いてたんですって書いてるけど、その二人のペアも面白いけど、俺もこの二人のペアのやったん好きやけど、もう一個、正門くんと佐野くん。お書いてるのよ。もう一つが意外にって言われてるけど。なんで意外なんで意外なんか俺ら安全運転やんな、ずっと。そうそうそう。安心安全のまさまさコンビやないか。でもそれを書いてくれてるよ。平和なコンビやと言って。平和な。そう。この時間にぴったりやろ。これは褒めてるのか褒めてないかわからんけど、多分褒めてないんやけど、平和なコンビやと言っていて、本当に何事もなく1時間半、どこに出しても恥ずかしくない放送になるんです。おい、どっちなんですか？どっち、どういうことですか？何事もなくっていうのは、褒めてるのか、よくない。アクシデントなくってことですよね。いや、でも、半々で。半々で。よくも取れるけど、悪く撮った場合は、めちゃめちゃ悪く撮れるよね。そうやんな。1時間半、ただただ喋ってる、喋り声だけが流れてる時間になってる。何事もなく。でも、アドバイスくれてますよ。あら、何ですか？アドバイスというか、まあ、好きなところで、うん、ほんの少し底意地の悪いワードを挟んだり、ちょっと毒を吐いてくるところが好きみたいで。基本がマイルドだからこそ、小粒のピリッと辛い部分が効いてくる。山椒か。ハリーポッターの。わしら参照か。そこや、そういうとこ、そういうとこ。いいね、出てるね。ハリーポッターの組み分け帽子をかぶったらスリザリンだろうな。そんな二人の毒舌放送も聞いてみたいですって。おー。AP さんが言うてはるから。毒舌放送だって。毒舌放送にしましょうよ、今日は。いやー、毒舌なボキャブラリーなんて僕ないからな。ないね。うん。基本的にマイルだからね。そう。育ちが出ちゃうよね、僕らってね。俺ら育ちいい二人やからね。基本的にね。そう。品が凝り固まったような存在やから。他の4人はほんとすごいから育ち。それ語弊やん。ほんとすごいから育ちってないやん。ほんとすごいよ、育ち。この4人は。俺らはマイルドやからね。確かにな。でも、それは良さやん。いいとこでもありって言ってくれてんねんから。そうやね。何事も起きへんけども。うん、マイルドに。時々、小粒の毒舌を挟んで。おうおう。やりましたね、今日も。それぐらいがいいのよ。そうね、それぐらいでいいね。ね。ヤンタンは。いや、それよりよ。スパイスって何ですか？あの、小島との対談も載ってるじゃない。はい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 。小島と佐野の。しましたよ。注力、あの、なんで俺の名前が一回も出てこーへんなって最後締められてんの。まさかの名前が一個も出えへんかったなーで締められてんねん、俺。どれどれ？ほんまや、ほんまや。ほんまや。出てるやんか。結果一番出てんじゃない？いや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 、なんかもうちょっとさ。最後の10行ぐらいずっとまさかとかの話してみるんか。10行もないよ。
1,2,3,4,5,6,7,8 行あったらいっか。いっか。そうか、これしたいのよ。この、言ってたやつ。うん。まさかどを売ろうみたいな、なんて言われこんな話して。まさかどを売ろうみたいな企画を考えた方がいい。ありがとうございます。2023年下半期、まさかどフィーチャーでこじらせツッコミとかね、5人でラジオやって、まさかどは副音声でひたすらツッコむ、まさかど副音声ラジオ。あ、俺があの小部屋に行って。そう。なるほど。でもこっちで5人座れるスペースあるから。そうやな。5人座って、もう副音声でツッコんでもらって。な、ラジオにおける副音声ってもうなんなん？いや、やばいっす。うまいやんか。じゃあ、そのテレビとかやったら、その画面があって、メインのな。その感想を言ってる声があるか面白いけど、ラジオでやったらもう一緒やん。副音声。俺だけハブられてる人にしか聞こえへん。違う、うまいですやんか。なんなん副音声がうまいって。裏回しとか MC とかでもない、その副音声うまいですやんか。やったことないねん、副音声。副音声やるやんか、YouTube とかでも。俺あの感じの。お前あれ副音声やと思ってんの？副音声はあれは、テロップになってないけど、副音声。ちっちゃい声のツッコミは。うんうん、俺しか聞いてないツッコミは。いや、好き。俺もそういうの好き。小言ボソっていうの。いや、これしたいのよ。副音声ラジオ。なるほどね。しましょう。次。まあ、そうやな。次6人揃った時は。年末やん。年末か。年末は6人揃いたいね。恒例ならあるんかな。年末。そうやな。やりましょうよ。副音声ラジオも。まあ、どの番組のスタッフさんが喋ってくれてるやつも。うん。愛やって。俺らも知らん情報が書いてあるんで。ぜひ皆さん。あ、そうやな。ちょっと熟読したいわ、後でほんまに。いや、全部さっき読んだけどめっちゃ面白いよ。マジで？ジャニ博とかも。俺らも知らん話いっぱいしてるし。ジャニーハクさん前回もやってくれてたからね、別の媒体で。そう、前回さ、別の媒体やけど、その、番組の慣れ初めできた経緯みたいなのも喋ってたよ。全然知らんかったんやけど俺。どこに書いてたそれ。あの、このスタッフさんが喋ってくれてるやつの最初の方に書いてて。あ、ほんま？ジャニーハクはもともとこうやって始まって。そんな話俺らも知らんのに。まずファンの子に届けんねや、みたいな。ほんまそれぐらい密度濃い、濃度濃いのが。せやな。書いてるから。こんだけ書いてくれると、その後の放送の見方とかもまた変わってくるよね。そうよね。スタッフさんもね、透けて見えるし。そう。面白いから。それが嬉しいわ。ほんまに。ぜひぜひ。ザ・テレビジョン。2023年夏。見てください。手に取ってください。菊池風磨くんが目印です。わかりやすい。センター分けの風磨くんです。そうです。首元に手をやっています。ぜひお願いします。タイトルコールいきますか。いきますか。お願いします。 MBS ヤングタウン。改めてですけど、先日6月30日金曜日に発売された2023夏ザ・テレビジョン、グループの吸引力確認と題した深掘り特集がありますので、はい、ヤンタン6月7日水曜オンエア会にも密着スタッフ取材ありでも盛りだくさんですので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。お願いします。のまま次のコーナーに行ったらまだ早いってことね。ん、いや難しいよね。ジングルとかあるからいけんじゃん。ジングルとかも計算するってこと。これはするよ。ジングルとか計算した上で25分にハッピーツデイが始まるってことか、ね、お前2年間何をやってたんや。25分に終わればいいんじゃないやん、これは。あ、ちょっと先に終わって25分にハッピーツデイが始まる。なるほど。そうやで。じゃあもう今からこれ読んだらちょうど25分にハッピーツデイが始まるぐらいに始まると思うよ。 OK。 すごいよ。すごい。俺マジで00秒で始まった時あんた。いや、それは気持ちいいの。気持ちよかった。めっちゃ気持ちよかった。それを味わってほしい。今日の放送中に00目指しますよ、うん。はい、メールアドレスは ys@mbs1179.com。 放送を聞いての感想どしどしお寄せください。 Twitter はハッシュタグエイヤンタンでたくさんつぶやいてください。それではこの後11時30分までお付き合いください。お願いします。時刻は22時25分07秒来ました。ハッピーズデイ00のところでハッピートゥーデイって歌ってくれました。気持ちがいいです。これがタイムキープですか。これがタイム、最高ですね。これがタイムキープです。23分30秒ぐらいで、そう、あの文を読み出せば25分00でハッピートゥーデイが始まる。勉強になりました。 石井さんと大関さんのがあって、ここに来れます。ありがとうございます。勉強になりました、はい、さあ行きましょう。今日あって嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったことなど、はい、こんなことをやります。メールでいただきました。ハッピートゥーデイのコーナーです。おい、お願いします。それでは早速読んでいきたいと思います。はい、
福島県郡山市、ふーちゃんさんからいただきました。ふーちゃん、ありがとうございます。今日担当の二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは、しょーい。うわしょーい。初メールです。初メールありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。私のハッピーツデイは、ヤンタントートバッグが手元に届いたことです。イェーイ。私は東北済みのため、ヤンタン店に行くことはできなかったのですが、EC サイトでグッズを購入することができるとのことだったので、トートバッグを購入させていただきました。ありがとうございます。早速、明日から大学に行くのに使っていきたいと思います。また、わっしょいキャンプには残念ながら参戦することはできないのですが、今後の A さんのライブにヤンタントートで参戦できればと思っています。いいね。ちなみに、私は緑を購入させていただきました。うわ！ってことは？サノタンかな？ありがとう、サノちゃんだ。サノタンかもしれないね。ありがとうございます。嬉しいね。お手元に届いたと。嬉しい。いや、いいね。ネットで買える時代が来ましたね。もう来てます。特に来てますけど。そうそうそう。いいですわ、ほんと。改めて感じるよね。ヤンタンって見せてもらったけど、なんか盛り上がりを、さっき、写真で。うんすごいね。いやそれはもう、こじんまりしたスペースに。佐野くんが3週にわたって、プレゼンしたから。そうよ。俺、ヤンタン店担当やったから。ヤンタン店は、俺のおかげで盛り上がったみたいな。よかったわ。そやで、そやで。すごいね。いいね。緑も売れたということで。ありがとうございます。ええことですね。またまたライブ見に来てくださいね、それで。そやな俺らも現場作らなあかんな。また。ライブの。しないとです。そやで。その次ね、またなんかあるように頑張るので。ぜひ見に来てください。頑張ります。ありがとうございます、ふーちゃん。神戸市東灘区のむっちゃんからです。ありがとうございます。今日担当のお二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴している50代のミドルリスナーです。ミドル、ありがとうございます。今日あった嬉しかったことを聞いてください。はい。11月19日に開催される神戸マラソンに当選しました。おぉ。すげえ。A グループと関ジャニ∞の推し活以外興味がなかったのですが、うん、これではいかんと今年の4月からランニングを始めました。目標があった方がランニングが続くかなと思い、神戸マラソンにエントリーしたところ、抽選を得て当選しました。以前番組で星座さんが神戸マラソンに出たいなー的なことをおっしゃっていたので、うんうん、もしかしたら一緒に走れるかもと夢を描いていますよ。うんフルマラソンは7年ぶりなので、明日から本気で練習します。A のお二人がこれから本気で取り組みたいことがあれば教えてください。はぁ、すごいなぁ。マラソン、フルマラソン。ミドルリスナーさん。いや、すごいね。すごいなぁ。絶対無理やわ、フルマラソンなんか。いや、すごい一歩じゃない、その挑戦は。すごいね。4月からランニング始めて、もう、3ヶ月でフルマラソン走ってすごいね。いいなぁ、遅いなんてことないな。何からでも、せいやくん出しましょう。いや、もう出てもらおう。終わっちゃったかな当選とかってことは。あ、そっか。そっか。まあ、もう俺ら知らんところでしてるかもしれないしね。あ、そういうタイプやもんな。そういうタイプ。見えへんとこで、ほんまに。せいやくんやってるタイプ。一番そういうタイプやから。そうそう。嫌なタイプやから。やってるはずですから。うんうん。せいやくんと一緒に走れるの夢見て、頑張ってくださいよ、ランニング。11月残り3ヶ月、4ヶ月ぐらいか。そっか、うわぁ。で、むっちゃんから。また報告、教えてほしいね。ね、いいね。感想をね。楽しみになってますね。A の二人がこれから本気で取り組みたいことがあれば教えてください。おー、なんやろ。ありますね、なんか。本気で取り組みたいことか。本気でよ。生半可な息なら喋らんでいいから。本気でよ。わかった。あるかなんか。本気やろ。うん。本気やろ。本気やろ。むっちゃ本気やから、マラソン。じゃあ、だからそれと同じ温度感のやつじゃないと、失礼に当たるよな。そうや、フルマラソン走れますぐらいの。すごいこと。うん。本気で取り組みたい。ないならいいよ全然喋らんでむっちゃんに失礼やからうんうんうんオッケーやっとこいやいっぱいあんのよ本気でよ、まあ、それ本気でな俺やるよ本気でそれギターも本気で取り組みたいもちろんもちろん歌とダンスもそうやしお芝居もそうやしとりあえずまだやってないことで見てそうやろ、ね、むっちゃんはむっちゃんも新しくマラソン始めてるからうん本気でよ呪術廻戦のセリフを全部覚えるの。ごめん、これは嘘。どの角度のファンこれは嘘。それは嘘。そのファンいんのこれは嘘。アニメ好きすぎたらそこまで行くんや。いや、多分いかんと。いかによかったよ。うん。俺はその感情は分からへんの。うん、俺もまだ分かれ。それはさすがに。夜やるよ。何チェロ始めたい。そうなんそう。びっくりした。びっくりした。1ヶ月、1ヶ月前ぐらいかな、あの、キングヌーの、あ、はいはい。スタジアムツアーを見に行って、もう終わったよね、もう終わったよね、うん、そう、2カ所やから。あのね、アンコールが、チェロから始まるんだよ。本編終わって、そう、アンコール、アンコール、アンコールで、もうスタジアム5万人の手拍子がバーって揃って、もうすっごい熱量で始まったら、野外やねんけど、もう真っ暗になってるから、
したら、の、本捨て、まあ、本捨てしかないけど、うん、本捨ての真ん中にスポットバーンって当たって、うん、常田さんが、チェロ、バーンって行き出して、かっけえ。もうね、3分ぐらいあんの、チェロソロが。おー、すごいな。アンコールのライブで歌めっちゃ歌った後のアンコールで、一人で楽器ソロで、3分チェロ、バー弾いて、結構クラシックな曲。うん、ポップスのライブやのに。で、クラシックを持っていって、クラシックバー弾いて、うん、みんなもうシーンって聞いて、うんうん、ところどころ隙間があったら、うわーみたいな盛り上がって、ライブやな最後、ブワーンって閉めたら、うわーって、その日、一の盛り上がるぐらい、うん、なったら、井口さんにもバーンってスポット二つになって、うん、時には、うわーで、白日始まるのよ。かっこよすぎて、かっこいい。帰り道に、チェロの値段調べて、うん、無理やってなって、うん、まあ、楽器、あの、すごい低音の楽器やし、うんうん、地面に刺して演奏するから。座って弾くやつやもんな。そう、家とかじゃ絶対弾けへんから無理やなって諦めてたんやけど、なんか時間ある時に、ブラブラしてたら、楽器屋さんで、サイレントチェロっていうのを見つけて。何それサイレントのチェロ。あ、外枠だけのやつ。あと、あの、エレキバイオリンみたいなこと、エレキチェロなんか、シールドとか繋げて、うん、そのアンプから流せるようなチェロがあって、買った。買ったの？すごっ。買って、すごっ結果ネットで買って、いや、勇気あるな、ネットで来た。そうそうそう。昨日届いて、うん、デカさにちょっと弾いて、そうやな。チェロ、まあまあすごいコンパクトな、あのチェロの外枠なしで真ん中のこの弦ついてる、指板だけありますみたいな感じやから、横幅はないんやけど、そう、縦はちゃんとチェロやから。まあ、それぐらいあるんちゃう、ほんまに。いや、あのね、足生やしたらほんまにある。そうやな。今座ってる俺ぐらいは全然ある。うん、うん。で、すごいサイズで、弓がなくて、こっちの右手の方に動かす方が。ついてなかった弓がついてなかった。ネットの落とし穴やな。そうで、ヤンタン来る前に、楽器屋さん行って、弓見たら、弓が6万ぐらいして、その楽器屋さんは安いので。で、いいのやったら20万とかもあって。あ、そんなするんや、それ。その覚悟はまだないです。ちょっと、クラシックの楽器って、な、そう、すっごい気軽にやけど、買えるわけじゃないよ、ね、特にすごいから。弓消耗品やから、その値段は絶対かけれへんと。あれもそこか切れたし。馬の尻尾切れるから。馬の尻尾な？馬の尻尾弓。あら、そうか。大発見で出せばよかった。大発見。そう、はい、じゃあ、ステッカーください、あとで。そうで、なんかね、カーボンの弓があったから、それ買って、1万ちょっとぐらい。うん、それでもいい値段するけど。まだ消耗せえへんみたいな。あ、そうか、そう、練習やったからな。そう。で、高校の時に、の知り合いで、うん、チェロ弾ける人がいるから。なんなんこういう関係もなんだ。こういう関係、それは、そうや。音楽家やったから。あ、そうか、音楽家やったからか、そうか。うん、ぜひ、なんか、リモートレッスンの、会えたら直接会って、チェロ始めたいなと思って。そんな期待しないでくださいね。ライブで披露とかできるほどの、あれは全然、いや、してしないですけど。演出丸パクリしよう。アンコールで。アンコールで。サノチェロ始まっていい。サノチェロバーってやって、小事件にスポットライト当たって、小事件3倍やおい、台無しやないか、俺の収録が。てんてんして。YouTube 上がったね、小事件3倍。上がったな。びっくりしたわ。びっくりした。見事上がるって知らなかったから。あれ、ジュニアチャンネルで上がってたもんな。そう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 。それびっくりした、俺も。フライトとかも上がって。で、やりましょうや。いやいやいや、いつになるかわからんけど。そうやな。俺の常田大気合が。すごすぎるがゆえの、まあ、元からチェロがね、楽器の中で一番好きやった。あ、そうなんや。ドラムとかは別にして、うんうんうん、好きやったから、いつか始めたいなと思ってた。すごいな、もう。何ができひんようになる逆に。何が全部できへんよ。全部できるやろ、そのドラム以外全部できへん。すごいなそう。いつかやりたいなってのがあったから、手出しちゃいました。あ、それ、ちょっとごめん、ちょっともう、こう、俺、三味線、それで言うと。おぉ三味線はちょっとやってみて。ほんまや。え、なんか1年前ぐらい、何で喋ったっけ何やっけな、え別に楽屋とかで喋ってたんか。かも。なんか俺、貸すわ、みたいな話してくんだけど。そういう話したら、家にあるって言うから。三味線今、ピンクとブルー。日本あるから。ピンクとブルーの三味線見たことない。じゃあ、あんだよ。家にあんのも不思議やし、三味線が。そうか。なんか知り合いがくれて。まだ知り合いもよ。なんなん知り合いだから。それは全然音楽とか関係なく、近所のおばちゃんがくれたの。じゃあちょっと、近所付き合いに。青今度。青、家帰ったの見して、写真撮って。ピンク。うん、青かピンク。青か。オッケー。ちょっとほんまにほんまに。次持ってくる。全然、俺ももらって修理だけして。あ、じゃあ使えるんだ。そう、一回なんか YouTube 見て、ちょっとやってみて。あ、無理やと思って。あ、ほんと。そうね、ギターとどれぐらい一緒なのか分からんけど、絶対でも坂崎の方が早いやん。でもマーティ・フリードマン
が初見で弾いてて、かっけえ、いけんねや。かっこよかった。ギタリストやっぱ、まあ、感覚はまあもう、やし、マーティーとあの辺まで行ってるからな。ね、もうどの楽器でも自分の、ね、そうそうそう。いや、見たい。やりたい、三味線やりたい。いいやん。見つかりました、やりたいの。次のライブやりましょう、だから。次のライブは早い。アンコールで。二つスポット当てて。テンテキテン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 。チェロシャミセンの。シャミセンで始まって。マツケンサンバ。マツケンサンバ行きましょう。マツケンさんか。やりましょうや。あれ、ムッちゃんのおかげで夢が広がった。広がったね。可能性広がった。緑リスナーさんも。ありがとうございます。マラソン頑張ってください。そうやな。ありがとうございます。頑張ってください。応援してます。楽しみにしてます。11月頑張ってください。元気もらいました。ありがとうございます。続いて、東京都多摩市。お、ジョン・ペトルーシさん。あのジョン・ペトルーシですか？すごいですね。ジョン・ペトルーシ、またやって、俺前もこんなこと言ってた。ほんま、全く同じくだりやってた。マジで恥ずかしい。すごいね。記憶なくなってるやん。記憶なくなってるし。聞いたことあるもん、それ。あのジョン・ペトルーシ。俺の会ちゃんが聞きたくなるわ。今のまさかどくん。恥ずかしい。あるもん。こんなお、あのジョン・ペトルーシさん。こんなん覚えられてんのも恥ずかしいし、2回言ってんのも恥ずかしい。ドリームシアターっていうすごい大好きな。笑うなよ。ドリームシアター聞いて笑うなよ。ドリームシアター、そうそうそう。そうそうそう。それです、それです。あの、大好きなんです。その、はい。混ぜた名前。ギタリストのジョン・ペトルーシさん。ジョン・ペトルーシさんです。その方さん。その方から来ました。ありがとう。魂に住んでたんですね。なんか言ってた。これも言ってなかったっけ言ってなかったっけ？あ、マジで魂初めてか。魂のジョン・ペトルーシさん。こんなとこに住んでたんですね、みたいな。でも違うとこから。違うジョン・ペトルーシさん。ジョン・ペトルーシさんに言ってたんかもしれんわ。ありがとうございます。恥ずかしい。嬉しいね。改めまして、A の皆さん、スタッフさん、こんばんは。1歳9ヶ月になる息子がイヤイヤ期を迎えました。イヤイヤ期というか、息子はダメというので、我が家ではダメダメ期と呼んでいます。保育園の帰りも公園に寄ろうとして動かなくなったり、電車を見て帰りたいとダダをこね、自宅になかなか入らずに泣いていました。娘の時もイヤイヤ期はありましたが、息子ほど派手ではなかったので、床にひっくり返ってダメと泣く息子を見て、これがイヤイヤ期の子供なのね、と夫婦で感心しています。とはいえ、二人目となると、こちらにも多少心の余裕が出てきて、イヤイヤ期の成、イヤイヤ期も成長の証として見守っていきたいと思います。幸せなペリア。そうやな、微笑ましいな。いいね。イヤイヤ期、あったんかな、俺らにも。俺らないんちゃう他4人やったけど、俺らないんちゃうイヤイヤ期。そうやな、俺らなさそうやな。俺らないと思うよ、イヤイヤ期。何言っても、オッケー、わかった。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。できる、頑張る。うん、いいよ。だってさっき言ってたもん。その、チェロの弓探して、今日ブラブラしてるときにさ、うん、なんか筋トレ用具みたいな、ほんまジムに置いてるようなのを販売してるお店があって、うん、その前で5歳ぐらいの子供が、こりゃ欲しいって言って、ダダこねてた。で、絶対使えるいや、でもなんかさ、ああいうメカメカしいもん見たら欲しくなってたよな。いや、あれはちょっと男心くすぐられるわ。なんかな。筋トレせんけど。そうやね、なんか、鉄骨ってテンション上がる。めっちゃアホみたいな感想やけどさ。右欲しいってなる。そうそう。なんか、スタジアムとかの天井のなんか、あこう、噛み込みになってるやつでしょ。メカメカしいやつ、ね。そうそうそう。ああいうのも上がるもんな。筋トレ用具もその部類なんや。その部類やろ。その部類やな。見た目で欲しくなるってそういうことやん、ね。ちっちゃい子がさ。ちっちゃい子さやな。そうそうそう。俺でも欲しくなるもんな。筋トレ選挙で欲しいもんな、いや、親、だから親、寂しなんのかな。イヤイヤ期とかも終わっちゃうと。そうやなぁ、うん。イライラ期あったんかなあ。でも俺初めて喋った言葉が、うん、いらんやから。あったわ、イライラ期。イライラ期から始まってるよ。映像、イライラ期から始まってる、佐野の歴史は。映像残ってんのよ、それ。あ、そうなん。おじいちゃんが俺の口にケーキ食べさそうとして、めっちゃしつこくて、いらーんって。が、喋った初喋り。あ、それ、もしいかんって言ったの。いらーん。いやいや期やこれ。可愛くないですね。いらん。いいね、小食やから。いやいやケーキ。その時からか。おもろいな。おじいちゃんのケーキいらないですか。ま、今だけやと思ってね、楽しんでください。ありがとうございました、ジョン・ペトルーシさん。ありがとうございます。ジョン・ペトルーシさん子育てしてたんよ。そうするやろ、ジョン・ペトルーシさん。するか。いや、ありがとうございます。続いて、宮城県仙台市のくもりっこさんからです。ヤギ力のお二人、こんばんは。こんばんは。今日、近所のスーパーに行ったのですが、七夕が近いためか、笹飾りと短冊に願い事を書くスペースが用意されていました、うん。大人になってから短冊に願い事を書いたことはなかったのですが、せっかくだからと思い、A グループの皆さんが今後も活躍できますようにと書いて短冊を飾りました。ありがとうございます。ありがとうございます。
久しぶりの短冊に願い事を書いて、子供の頃のワクワクした気持ちを思い出せて、大好きな A さんたちとの、A さんたちのこともお願いできて、とびきりハッピーになりました。今日担当のお二人は、今、一番叶えたい願い事はありますか？毎日暑い日が続きますが、体調に気をつけて下半期も駆け抜けてください。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、嬉しいね、僕らの今後の活躍を短冊に書いてくれて、ね、人のお願い事できる人ほど優しい人っておらんと思う。ほんとそんな余裕ないですからないんやないですよありますか、佐野さんねえ、願い事ですか、うん、今一番したいこと、うん、鬼レンチャン出たい。おお、マジで。いいね。今年、上半期一番悔しかったね。あ、そうか。あの10曲目の失敗は。もう知ったと思う。油断したーと思って。100万がちらついて失敗したから。お金に負けた。歌、ね、あるよ、絶対2回目。歌、生まれたいね。歌をもっと歌えるようになりたい。かっこいいな。それですね、僕は。音程外さないようになりたいね。かっけえな。まさやがそれ言うのかっこいいな。いえいえ。外しましたから、めちゃめちゃ。外さない男になりたいです。小3から外しちゃうもんな。小3から外しないと。初めてだもんな。新聞のラテなんていうのは何やね、うん。に、生涯ノーミス男って書いてある。あんたか。今からキャッチフレーズつけられて。超人やと思われてるんだ。生涯ノーミス男のね、何恥じない男になるために。短冊に願い事書いて帰りますか、ヤンタンの。あ、短冊とか概念なさそうだけど、あの最初。でももう、あるでしょうよ。願い事書いて帰りましょう。そうやな。叶うからね、ヤンタンで言ったこと。ヤンタン叶うよ。叶えてくれるから。うん、あります？まさかどうくんなんやろな。まさかどうくん、あれやな。記憶力とか、そういうのを、よくしたい。嫌やな、なんか。ちゃん、あの時さ、って言われてさ、パッとその時のことをちゃんと喋れるようにというか、エピソードの引き出しをもっと鮮明に、ヤンタンのために、ヤンタンのために。嘘ある。いや、じゃあひどかったね、一回せいやくんとラジオした時に、その、小学校の時の話とかさ、そういうのをバーって喋ることが多かったんけど、うん、何にも、出んかったな、二人とも。せやくんはね、もう。そう。忘れていってる。そう、忘れていっちゃうやん。純粋に悲しい。まだ覚えてるけど、こっから忘れんの。21歳から25歳。21やろ、うん、この5年間、すごいぞ。すごいのか。多分な。忘れていくんや。多分高校の時とかのことも忘れていくね。寂しいね。高校は嫌やわ。いや、だって。小学校俺あんま記憶ないから。そう、だからもう、いや、そうなってくんね。高校忘れんの？今ちょっと、なんかな、まあ、言われたりとか、まあ、そういう写真見たりとかしたら、うん、あーってなるけど、うん、なんかな、そう、それが悲しくて自分でも。それは書いた方がいいわ、短冊に。記憶力が良くなりますように。いやいや、思い出を忘れない人間になります。寂しいな、なんか。短冊に願わんってほしいな、それも。いや、でもそう、それがな、悲しいな。でも大事ですわ。そうそうそう。やんたんでね、喋らんとあかんから、全部。そうやな。僕らの全てをさらけ出さないといけない場所があるから。やったんでな。記憶力を良くしてくるために。うん、ちょっとなんか書いて帰りたいね。そういうことなの。書いて帰ろう、ほんまに。ありがとうございます。うん。つくまゆっかさん。ありがとうございます。続いて、はい、千葉県館山市ラジオネーム、ハチさんからいただきました。ありがとうございます。A グループのお二人、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。私のハッピートデイは、修学旅行の引率に行くことです。お今、朝の6時半です。早っ。この後集合場所に行き、山梨に2泊3日の修学旅行に行ってきます。当日に書いてんねや。すごいね。昼も夜も生徒と一緒で気が抜けず、ドキドキが大きいですが、童心に帰ってワクワクしています。ヤンタン T シャツを持って引率行ってきます。ヤンタン T シャツで。嬉しいね。生徒に宣伝してくれんねや、じゃあ。今日の担当の二人、荷造りは好きですか？荷造りは嫌いです。いや、俺荷造り、まあ、そっか、めんどくさいよな。めんどくさい。普段、もう、どれぐらい時間かけるの？もう、服入れるだけでいけるカバンにしてる、ずっと。あーね、真ん中にコンタクトも、一泊二泊分なら入ってるし、洗顔もなの、袋で一個ずつ使えるようなやつも、あ、はいはい、化粧水とかと一緒に、化粧水乳液も入れてるし、あ、入れてんな、ちっちゃいのに。そう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 、偉いな。あれ、だからライブの前とかも、うん、ライブ風呂入った後とか、うん、メイクする前とかもあれで使えるやつやし。だからもう、ジップロックに、楽に靴下入れて、T シャツ1枚、まあ今やったら、
ズボンそのままで、T シャツ1枚。そうやな。2泊3日ってそのままで。入れてやな。なるほど、ね。だからもう、2分で。早っ。荷造り。いや、いいと思う。2分でも嫌いやわ。でも俺もそんな感じかな、2泊3日ってなったら。もうそうよね、みんなね。もうだって、ね、時間かけてやるからね。こう、たまの旅行とかやったら気持ち変わんねやろうけどな。確かに。普段と違うもんね。やっぱ衣装も用意してくれてたり、化粧もしてもらえたりするからさ、もういかに自分の着替えと荷物を減らすかに集中していくかね。そう。沖縄ムカついたわ。水切りで思い出した。昨日、おとつい、昨日か、気をつけや。はい。分かったやつ。ムカつきました。ムカつきましたわ、あれ。楽しかったけどね。見ててまた鮮明にムカついたわ。ムカついた記憶が。こっちはすっごい楽しかった。すっごい楽しかったね。あんなニヤニヤしてたよ、俺が目隠ししてる間。沖縄もで3時間。うん。ずっと目隠ししてる間。ワクワクした、あの3時間は。いいねしかも、あの時にマサヤほんまは太鼓の練習しようとしてたからな。マジで、ほんまこれ、ほんまに言いたい。マジで、あれ良くないよ。皆さん、誰に言ったらいいかわからんけど。あれは良くないよ。俺最初聞いてたスケジュールでは、うん、まあ YouTube で、俺以外のメンバー5人は沖縄に一泊行くっていうのを知ってて、俺だけ沖縄って知らんくて目隠しして、飛行機も乗って沖縄まで急に連れてかれるっていうドッキリの動画が昨日公開されたね。そう。ぜひ見てない方見てほしいんですけども、俺あの日は東京で夕方の5時とかまで仕事あって、うん、次の日も夕方の5時ぐらいまで仕事ですってスケジュール聞いてない。うん、で、その次の日に、神業チャレンジの太鼓の達人の本番やったのよ。うんうん、昨日放送されたのは別の、もう一個前の。はいはいはい。やったから、5時まで仕事ってことは、うん、多分この辺のホテル取られるから、近くのゲームセンター調べて、うん、あ、ここは太鼓の達人にあるわって見て。太鼓でしょ？すごいでしょ？10万かかってたから多分その時、ルーキー編やったと思う。ルーキー編。1個下のやつやったから10万やったんやけど、うん、本編上がらなあかんから、うん、絶対クリアすなと思って、うん、めっちゃ、でもその週間スケジュールでそれを見たからここで練習しようと思って俺はスケジュールを立ててたのよ。思い出しムカつきしてる。そこで練習するスケジュールで俺は進めていってたのよ。予定立ててな。そう。したら急に沖縄連れてかれて。いや楽しかったよ、もちろん YouTube の撮影は。ロケも良かったしな。6人でほんま、うん、ほんま自由にさ調べてできたからめっちゃ楽しかったけど、俺はあの時間で太鼓の練習をしたかったのよ。のに、あのタイミングで沖縄に連れてかれて、もちろん、あの日もさ、3時、4時まで撮影して、次の日も6時、7時、起きとかやって、もういや、楽しい、YouTube 楽しいし、その朝一で撮ったやつもめちゃめちゃおもろかったから見てほしい、やけども、最高の発信の練習する時間を返せよ、俺の。切れてる温度感が違うの。なんで、なんでそんなドッキリするねんじゃなくて、対策の時間か。練習させろ。10万、10万かかってんねんから、練習させろ。いや、この話好きやねん、俺。このエピソード好きやねん。俺の昨日の YouTube の、いろんな、ねっしゃーんとかのツッコミには、どこ行くかのドキドキとかも踏まえて、到着してからは、おい、対策。一日沖縄か。その怒りも入ってたから。そうやな。それも踏まえてもう一回見てほしいね。いや、おもろかった。見方変わると思うから。切れ方違うやんってめっちゃおもろかった。だって、ここで、あのスケジュール見たら、その隙間で練習するやんか。ああ、面白かった。ハッピートデイ大賞決めますか。決めようか。ステッカー。はい、俺のこの怒りを引き出してくれたこの方にしますわ。ハチさん。ハチさん。荷造りは好きですかのハチさん。好きですかから、沖縄の話になり、沖縄の話から、ドッキリで太鼓の練習ができなかった話を引き出してくれた。そこで切れんねやと思ったもん。いや、そこよ。言ってくれんと。ドッキリ言ったりしたらあかんよ。あかんねんけど。そうやな。せめて、泊まりの嘘のスケジュールにしたら。お前からスケジュールパンパンにしててくれたらいいやんか。そうやな。その、なんで5時が終わるスケジュールに。前日の方にしとこうとかできたけど。そうそう。よかったよ。ほんまに。ああ、面白かった。ハチさん、ありがとう。思い出させてくれて、この怒りを。ありがとうなんかな。ありがとうよ。まあ、発散できたから、ハチさんのおかげで。よかった。ハチさんには、ステッカー1枚プレゼントしておきますんで。おめでとうございます。さあ、ということで、辛口なラジオになってますね。マイルドに始まって、50分経って辛口になってるけど。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話はメールでお寄せください。以上、ハッピートゥデイのコーナーでした。ほい。いつもヤンタン、レイディアン、ソーサ、MBS、It's a happy today。
知らんかった大発見のコーナー。はい、このコーナーではですね、まだまだ知らないことも多い僕ら A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーさんから教えていただくコーナーとなっております。それが大発見なのか中発見なのか小発見なのか僕たちが判定いたします。はい、メンバー2人ともが大発見の札を出したら番組ステッカー1枚プレゼントということで、はい、さあ新鮮かもこの景色、この夫人、初めてぐらいじゃない？記憶にもないわ。まさかどくんがそっちを呼んでるの。そうやね。いろいろと今回立場が逆転した。いいね。ヤンタンとなってますんで。俺に大発見を。まあ、マサヤやったらもうちょろいでしょうという。俺ちょろいよ。俺もちょろいよ。俺大発見。いや、もう今日はもう全部大発見ぐらいの気持ちで。いいね。ステッカー大量に。はい。お願いします。やっていきましょう。まずはこちら。ラジオネーム、アビバさんからいただきました。雑誌、アンアンの名付け親は、あの部屋の人。はい。あの部屋。アンアン雑誌。まあ、お世話になってますね、はい、僕ら何回も。あ、佐野と小島で出させてもらったので。そうや、ぜひぜひ。はいはい。お願いします。めちゃめちゃかっこいいから。お。あのね、また、載せればブログとかに。めちゃめちゃかっこいい。ショットもあるということで。最高なんで。さあ、そこも楽しみなんですが。はい、アンアン。アンアンの名付け親、誰だと思いますか？あの部屋？あの部屋の人です。あの部屋？有名な部屋。うん、部屋。何？いろんな部屋浮かんだよな。相撲部屋とか、うん。そう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 。いろんな部屋浮かんだと思うんですけども、はい、なんとあの人、黒柳徹子さんでございます。ああ。徹子の部屋の。そうなんです。アンアンという名前はですね、アンアン創刊前の時期に、黒柳さんが海外で見たパンダの名前に由来しているそうです。当時パンダという動物がまだ日本では珍しかった時代だったそうですが、50音の最初の文字で決まり最後の文字で終わるということもいいということなどからタイトルがアンアンに決定したとのことです。そんなアンアンの裏表紙にはパンダのイラストが書かれており、黒柳徹子さんやパンダと深いゆかりがある雑誌なんだそうですと。パンダ持って撮ったわ。撮ってはないんか。あの倉庫みたいな、あ、オフショットなんかな、倉庫みたいな。ひわ、初表紙やらせてもらった時かな。そう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 。あの時になんか、スーツみたいな。このパンダの柄のさ、クッキーとかさ。そう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 。あ、もらった。な、用意しててくれててさ。なんでパンダなんやろうと思ってたけど。そう、パンダの名前やったんや。ね、あの、ルーツがあったんです。面白い。知らんかったですか？これは失礼ながら知らなかったです。おぉ。乗せていただきながら知らないとは。申し訳ないな。それでは早速。いい、これはちょっといいリアクションなんじゃないでしょうか。ちょっと知らなかったね。いや、ありがとうございます。行きましょう。はい、それでは判定に参ります。はい、せーの、大発見。中発見。何やこの人、中発見。すごかった。何なん、知ってた、知ってたんか。え、これさ、いや俺だけかもしらんけどさ、その取材の時にライターさんとかと喋った気がすんねん、この内容の話。喋ってないよ。いや、俺なんか知っててんな。黒柳さん？そうそうそう。黒柳さんまで知ってた。パンダの名前だけじゃなくて。パンダも知ってた。54の最初で始まって最後で終わるからっていうのも知ってた。あ、それ知らんかったから中発見。あ、違う、それなかった、小発見やったね。危な。嘘やん、いや、俺全然知らんかったわ。喋ってなかったわ、ライターさんとか。そう、だから撮影してたりしたんかな。喋ってたんだね。うん、そういう話聞いたことがあって、うん、そう。ほら、だってもう知らないことも多い A グループのメンバーにやから。何やねん、俺だけ知らん方で、めっちゃ知らん知らんで誘導しといて、知ってますって。それは俺やから。俺を失礼なやつに見立てて。それは 俺だけめちゃめちゃ、あーに不義理なやつになったんや、これ。これか、俺らの毒っすか。そうやね、今の。よくないと思う。騙されたわ。二人で知らんと思ったから、二人で知らん。知らんわ、知らんわ、言ってたら。俺、そこまで考えてなかった。俺だけ知らんと、ドンキに大発見あげて、俺知ってたわ、つって。じゃあ、そういう会話をした、ね、なんで、なんかパンダのあれがあって、なんでパンダなんですかみたいな話をしたのよ。あ、まあ、確かにね、パンダのクッキーがあったら。そうそうそう。それもたまたまおらんかったっていうだけやから、その、ごめんな。でも失礼とかじゃなくて。そう、ね、そんなあれじゃない。多分、うん、メイク中ごめんごめん。俺もちょっとやり方が汚かった。汚いわ、今の。失礼。めっちゃ失礼やった、俺だけ。二人でならまだいいけど。一人で失礼な。俺が撃ったみたいなつもりだよ。知らん、知らんね。知らんね。知らん、知らん、知らん。中発見。俺知ってたわ。失礼しました。あげてくださいよ、大発見。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。アビバさん、すいません。僕のせいで。素敵な大発見、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、兵庫県明石市ラジオネーム、ネギマネギ抜きさんからいただきました。はい、もも肉ですね。
はいはい、あ、もも肉ですね。もも肉です。毒すぎてついていけなかった。ごめんごめんごめん。毒でもないから。副音声ツッコミ。そういうの、そういうの、そういうの好き。ネギマネギ抜きやから。そうそう、ああ、じゃあもも肉ですね。俺だけじゃなくて、多分6人、5人、6人育ててもさ、誰も反応せへん、今の。失礼しました。それが好きです。気を取り直していきましょう。はい。ネギマネギ抜きさんからいただきました。もも肉です。学校のプール、お風呂4年分。はい、学校でも、水泳の授業が始まる季節、はいはいはい、子供たちは楽しそうにプールに入っていますが、うん、純粋な気持ちが薄れてきた私は、あのプールにはどのくらいの水が入っていて、うん、水道代はどのくらいかかっているんだろうと疑問に思いました。確かに気になったことあるわ。ね、うん、あ、気になったことある。あるけど調べてはない。あ、そうなんや、はい、これ調べてくれてますね、今ネギネキさん。調べたところ、うん、学校によくある一般的な25メートルのプールでは、はいはいはい、1回の満杯で家庭のお風呂約4年分、水道代にすると約27万円かかるそうです。え、あのプール1回で、え、どれぐらいで変わってんの、あれは。あ、どれぐらい、あ、まあそれもちょっとスタッフ調べにあるんですけども、1回あたりの費用が高額なため、プールの水の総入れ替えはほとんどの地域で一夏に多くても2回ほど行う。わ、それは聞きたくないな、あんまり。あ、ただしその、はい、衛生面もちゃんと気にしてくれてます。循環保つために新しい水を足しつつ、古い水は少しずつ流すという形で入れ替えながら水質を管理しているそうです。少しずつない。ろ過や消毒は随時行っている。あ、もちろん、もちろん、はい、ただ水の入れ替えはそんな頻繁にはできないから、ちょっとずつやってたりとか。ちょっと嫌やな、それは。そう、入れ替えは2回っていう。それはちょっと嫌やな。そうなんです。もうちょっと入れ替えてほしいな。あと、まあ、ちなみに、はい、学海外の学校、おお、プールがある国というのが少ないらしく、授業で水泳を習う国があまりないそうです。珍しいんや。ゆえに日本の学校の子供たちは海外と比較すると泳げる子供が非常に多いと。そうなんや。言われております。スタッフ調べ。そうなんです。スタッフさん本気やね。なんかもう一つあります。本気やね。あと、プールの後の授業は眠い。まあ、もうしょうがけ。ちょそれすごいね。それすごい。4年分やぞ。すごいね。このありがたみ分かってて当時プールに入ってたかっていう。入ってないです。せやろ。でも年に2回しか入れ替えてない水に入ってるんやっていうのも分かってなかったです。でもちょこちょこ変えてんねん。ちょこちょこ変えるのなんなん。ちょこちょこ変えても変わらんやん、なんか。一気に変えてよ。だからその汚いの総量は減っていくやん。でもそのベストなタイミングは一回もないやん。今日は綺麗そうの日は一回もないやんか。ちょこちょこ。あるよ、一回知らんだけで。あ、そっか。え、総入れ替えの日もあんの？ 2 回あんねんから。あ、総入れ替え2回ありつつ、ちょこちょこ変えてんねん。ちょこちょこも変えてんねん。ちょこちょこは何なん？変わんの、それは。だから、まあ、まあ、変わるんだって、ほら。ちょこちょっとずつやけど綺麗になっていってんねん。まあ、そうね。ほら、ロッカー消毒は随時やってくれてる。まあ、そうね。なんかポンプみたいなんでずっと回ってるもんね。そう。さあ。おーおー、まあまあまあ。これは出るんじゃないでしょうか。判定に参りましょう。はい。せーの。ねえ、大発見！オッケーオッケーオッケー。ありがとう。おめでとう。いいよ。お便りに罪はないから。危なかった、うん。目を覚ました、俺も。最後の一行危なかった。そんな頑張って送ってくれてんのに、あの一言のせいで、ステッカーなしにするなんて。なあ、失礼よ。そんなあってはならないことやからな。目覚ませてよかった。よかったです。ネギマネギミキさん、ステッカーの到着を心待ちにしていてください。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続いて、どんどん行きましょう。ステッカー行きましょう。誰だ、ラジオネーム愛知県名古屋市トマト大臣さんからいただきました。いいですね、トマト大臣らしいですね。二人でトマトを唱えることはできない。多分小発見ですね。どういうことかは全くわからないですが、いや、まあ、これチャレンジ系です。はい、来た。トマトトマトトマトと連続でトマトを二人で順番に一文字ずつ言い合ってみてください。はいはいはい。で、俺がとって言ったら、まさやがまあ、どれがまたと。で、次まさやと。これができないんですって。できるよ。いや、俺も今、できるよって思ってる。できるよ。うん。あれでしょ、とが2回連続続くから。そういうことやろうな。ね。
なんかこのここの区切りがややこしいんやろ。先回り言っちゃうってことよね多分。うん、いけるよ。じゃあやっていきましょうか。 OK、 じゃあ先行どうぞ。 OK、 じゃあ俺先行ね。俺まあね最初、うん、言います。はい、と、ま、と、と、ま、と、と、ま、と、と、と、え今何が起こった？今何が起こった？分からへん。どっちがミスったか分からへん。二人でやっても何があったんや今。なんか途中普通のトマトが続いた気もしたし。いや、いけるやんと思ってたよ今。なもう一回やろ。おい、いくな。うん。と、ま、と、と、ま、と、と、ま、と、と、ええどっち、まさはとくん。俺やな。今俺やな。指差してるわ、まさはとくん。今俺やな。と、二回言ったな。えそこじゃない？あ、俺間違いすら分からへん。俺が前はなかった。前はなあかんとこで問いてた。ええって言った。俺、待って言わなあかんとこでえって言った。えって言ったの？それはどういう間違いの？トマトにえはないけど、えって言ったよ。えって言った。いけるよ。ちょっと先行国語変えてみ。と、ま、と、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 と、と、違う。俺が苦手かもしらん、これ。でもどうやってミスってるか頭の中で分からへん。間違ってんのは分かるけど、何を間違ってんのか分からへんもん。戻られん。訂正できんよな。トマトマトっていうカードゲーム知ってます？絶対話があるけど。何それ何それ何それ。なんか、カードの山札があって。これより面白そう。トマトの絵柄が描いたのと、扉と、ああ。との絵柄が描いたのと、マトダーツとかの的の絵柄が描いたのと、の3つのカードの種類があって、それを順番に引いていって、引いたら、うん、トマトが書いてたら、トマトって言って、トマトの後に、また、的を引いたら、トマトマトって言って、その後、トを引いたら、トマトマトトって言って、みたいなのを30枚ぐらい無限にやっていくんやけど、めちゃめちゃむずくてめちゃめちゃ楽しいね。それやりたい。それやろう、また。やったんで。そっちやりたい。トマト。すごいやん、これの上位互換みたいなやつが。そう、それの上位互換、ほんまに。トマトとマトとトを引いて、早口言葉みたいな。めっちゃ楽しい、それ。いや、苦手やな、俺これ。いや、早口言葉担当ですやんか。早口言葉担当なの俺。え、裸の少年出てませんでしたっけ。出てた。早口言葉を。1回戦で脱落したやつ。そうなんや。見てないわ。脱落したんかい。うん、王じゃなかったんだから。やってくれよ。そう。グループしょって出たけど、一発目もやんかった。まあ。1回戦突破してない。そうやな。これ俺が先輩か。そうね。まあ、言えないは説立証したね。でしょ？うん、立証。うん、うん、そうね。何？いいですね。決まりましたよ、判定。いきますか。はい。判定参りましょう。はい。せーの。小発見。大発見、なんでよ。なんでよ。いや、まさかのくんだけちゃうこれ。な、じゃあ、ボーカリストと二人でやってみてよ、今。ボーカリストとやってみてよ。いや、いけるよ。できへんから、絶対。これでできへんかったら大発見に変更するわ。よ、オッケーオッケー。俺多分他のメンバー、まさかのくん以外やったらいけると思う。いけるはず。あ、ここでいいの？ここでいい。あ、オッケー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 。じゃ先行いきますね、俺。はい。ボーカリスト高校で。はい。いきます。と、ま、と、ま。おじいちゃんやんけ、ただの。おい。若いやつ出せ、もっと。おじいちゃん連れてくんな。なんていうこと言うねん。若いやつ出せ。なんていうこと言うねん、お前。おじいちゃんとか言うねん。やりきへんやろ。悪い。あ、なあ。毒やな、これ悪いよな。やりきへんやろ。じじいって言うねん。もっと若いやつ出せ。若い。早いね。トマト、マー。まだいけるやろ、そこは。マーに子だけ言って退場しちゃった。2回。2個、マーで2個。2回。マー、マー。お母さんに終わりました。お願いします。マー、ゆっくりお母さん呼んでおった。マー。すごいねー。大発見！よっしゃ！いいよ。二人できへんかったら、そりゃしゃあない。ああ、お腹痛い。そりゃ、設立しようですね。ああ、お腹痛い。まあ。ああ。おじいちゃん。おじいちゃんよ。今のもう一回聞きたいな。ジングルにしてもらおう、いつか。また次のこの二人の会のジングルにしてもらおう。ボーカリスト集作ってよ、ジングル。できるやろ、もうロングジングル、ボーカリスト集。プールの頭授業眠いって多分書いたのもあの人やし。そう、あの人。ああ、お腹痛い。早いって。もう喋られへんって。まだいけるって。もうちょっと繰り返せるって、トマト。
悔しい。悔しい。あ、面白かった。大発見にされてしまった。されてしまった。おめでとう。おめでとう。誰や。名前忘れた。トマト大臣や。トマト大臣、ありがとう。ありがとう、トマト大臣。あー、おもろい。トマト、トマトでこんな笑えんねんな。やろ、3人でまた。トマトマトやろ。ボーカリストと。さあ、続いて、ラスト。はい、ありがとうございます。行ってみましょう。お願いします。夏は、あ、ごめんなさい。大阪市宮古島。ボーカリストのせいやぞ。オジリスの琥珀さんからいただきました。ありがとうございます。傘はもともと、日傘だけだった。ん？はい。まあ一般的に傘といえば、皆さん今日もね、使ってたと思いますけど、雨傘、イメージすると思うんですが、傘の発祥は日傘が先です。傘の始まりはエジプト時代に王族や貴族階級の権力の象徴として使われていたと。権力者が家来に持たせて日よけに使ったのが始まりとされています。なんと、アンブレラ。英語でアンブレラですよね、はい。その語源もラテン語の影を作るものの意味からできたものです。へぇ、そうなんですね。雨傘じゃないやん、アンブレラ。そうやね。で、日本にこの傘文化が入ってきた時も、日傘として主に女性が使うものだったらしく、現在のように雨傘として男女関係なく使われ始めたのは、日本では江戸時代になってから。最近やん。めちゃくちゃ最近です。太古の昔から雨はあるのに雨傘が使われたのは割と最近なんですね。もしタイムスリップして縄文時代で傘を使っていたら、なんじゃこの神がかった道具は、と英雄になれるでしょうね、と、いただきました。ほー、知らんかった。なんと日傘が先なんですね。なんで？エジプトは降らんのか、雨。あ、そうかもね。降らんからか。あ、暑いけど。あ、なるほどな。あ、賢い。いいね。嬉しいね。いいね。嬉しいね、ほんまに。賢い。いいね。嬉しいね。そこ、盲点やったね。そうよね。そこ砂漠やからな。砂漠やから雨降らんけど暑いから。日差しを避けないといけない。それがなんと、日本にやってきて、雨に使うに。なんで日本ではなかった？結構シンプルじゃない？傘って。シンプルやな。なんでなかったんやろ、江戸時代まで。なんやったら、その、でっかい葉っぱとかをさ、昔の人がこう持ってたりするみたいな漫画とかで見たことあるやん。あるある。その発想もうちょっと。でな。ちゃんと。進化していく。組み立てたら傘が乗るやん。なんでなかったんやろ、傘。そうやな。でもあの仕組みが意外と難しかったんじゃない？閉じたり開いたりとか。日傘です、多分。日傘使ってたやろ。当時の人も。うん、そう、使ってたみたいな。雨降った時。これで防げるやんってならなかったのかな。なるほどな。うん。確かに。いやでも、難しい、ね。雨傘として。まあ日傘として入ってきたってことね。そうそう、確立されたのは、最近だっていうことで。はい、面白い。さあ、それでは判定に参りましょう。はい。せーの。大発見、よいしょー。まさかのくそっち側やったら、いいね。ひねくれてないんや。いや、そのアンアンみたいなこともあるから。あ、まあまあ、そうね。そうそうそう、あるけど、まあまあまあ。いや、俺も知らんかったし、純粋に。あ、そうね。確かになんか、昔の服とかってさ、雨よけの、オイル染み込ませたやつとかがあったりとか。へ、う、ぇ、ん、傘って確かにないなって。へぇ、そうやね、そうやね。そんなんあんねや、服。のも気づいて。おもろ。おもろいよな。エジプトなんや、ほんで。そうなんです。オジリスの琥珀さん、おめでとうございます。オジリス。いやー、いいですね。いい大発見でした ね、今回は。今日ステッカー。そうよ。大量大量。いやー、これからこの夫人やったら大量に出るっていうことが。確かに、ああ、そうね。分かったんで。こうしよう。次から、この時は。頑張るから。マサヤは何でも大発見あげてくれます。何でもあげるから。ということで、以上、ええ、知らんかった大発見のコーナーでございました。ありがとうございます。それは、ここらで一曲お届けしたいと思います。1989年から1年間、ヤングタウン水曜日を担当された、本木正宏さん。今夜お送りするのは、本木さんが主演した1995年のドラマ、最高の片思いの主題歌です。福山雅治さんで、ハロー。今日は、A グループ佐野雅也と、まさかの吉野里がお送りしています。口の中が爆発しています。爆発やな。爆発してますね。思いもよらんかったわ。ディズニーが、お土産にトラップ仕掛けてきよった。ディズニーが？ディズニーちゃんが。ディズニーやっけ？ディズニーちゃんやから。ディズニーか。ディズニーちゃんやから、あの子は。ディズニーもこんなことすんねんな。ディズニーが、激辛のお土産を。やりやがった。あ、そういうこと、ディズニーちゃんってディズニーちゃんね。ディズニーちゃん。あ、ディズニーちゃんって呼ばれてんの？ディズニーちゃんよ。あ、理解理解理解。そういうことか。引き続きお願いします。何や、このジングル。え、何してんの？深夜の留守番電話。ましたー。はい、前にですよ。ジングルが雑すぎます。何やあの時間。何やったあの会話。いや、反省やな、これは。あれ良くないですね。うん。
まず生放送前に撮ってるから、そうそうそう、ふわっとしてるんですかね。エンジンかかりきってないよな、うん、あんなん流したらあかんよ。流したらあかん、あれは。ただスタッフさんのあだ名をお互いが認識してなかったっていうだけで。あ、それがディズニーちゃんだよ。あ、あれディズニーちゃんって呼んでんのねっていうのを初めて知ったのよ。あの人のことは。あ、そうね。そう。でも、話を合わせてくれててみたいなね。すみません。そうやな。ないよー。大変失礼いたしますか。ジングルも、ジングルも頑張りました、次から。いや、ほんまやな。失礼しました。パキパキにやろう。パキパキ。留守番電話です。はい、留守番電話、久しぶりや。本当、水曜日の月1留守番電話のコーナーでございます。はい、僕たち A グループにまつわる人たちや、お世話になった方たちが吹き込んでくれています。ちょっとこのコーナーでも、近頃番宣コーナーになってきてない？なってる。なってきてる、バレたって言った今。バレたって言った？ジェイソン・ステイサムさん。ジェイソンで読むかな。いや、そうよ。本当に。ね。この。まあ、悪いって言ってるわけじゃないけどね。もちろん、留守電くれるのはすごいありがたいからさ。うん、でもまあ、ね、なんか最初の方はね、うん、そんな関係なく、うん、ちょっとゆかりある人かな。吹き込んでくれるから。まあ、誰なんだ。なかったらいいね。そうね。番宣じゃなかったらいいね。本当に。そうやな、もう、いただけるだけありがたいですか。いや、もう番宣じゃないのがいい。そうやな。さあ俺らへのメッセージやな。はい。うん。聞いてみましょう。はい。お世話になってくれた方、お願いします。変な日本語。もしもーし、佐野くんとまさかどくんですか。関西ジャニーズジュニアの北野かえりと、岡田光明と、高松海人です。佐野くん、いつも仲良くしてもらってありがとうございます。まさかどくん、憧れの先輩にあげさせてもらっています。ありがとう。ヤングタウンに出れて嬉しいです。いえいえ、ありがとう。僕たち8月11日から27日まで EX シアター六本木でサマステライブ2023俺たちが未来だに出演します。もし気になったリスナーさんがいたら、見に来てくれたら嬉しいです。最後に一発ギャグします。フランスはフランスパン、じゃあ日本はジャパン。ラジオネーム、お時間いただきありがとうございました。ガチャガチャ。おい、よくないぞ。今のよくないぞ。え、何何？今のよくないぞ。何何何？今のはフォローじゃないぞ。何何？今のはあかんぞ。何がやねん。ラジオネームみたいなギャグってないやねん。ツッコミやないか。ツッコミじゃないよ。今のはよくないぞ。ツッコミやないか。今のはあれよ。テレビジョンでも言ってた、スタッフさんが言ってた、辛口の方よ。辛口じゃない。無理しての辛口は今のは。あれは愛やないか。愛じゃないよ、今のは。助けたやろ。助けてないよ。後輩を。後輩二人が助けてない。拍手して、もう、完成してたから。いいギャグやったよ。いや、言いたくなってしまった。ラジオネームみたいな、なんか、なんか嫌よ。ラジオネームみたいな。嫌よ、なんか。ありそうやん。いいよ、それ。2通ぐらい届いてるよ、多分今。ギャグって動きやからさ、文字で伝えようと。まあ、そうやな。ラジオネームみたいになるよ。頑張ってくれたよな、これを。帰りと、孔明と海人。岡田孔明。高松海人。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいね。え、初よね。東京でやるって初めてちゃう？そうやな、すごいな。なあ。すげえ、だってみんなも2010年とかに生まれてるで。うわぁ、いやいや、いやいや、なんか言いたくないな。最近やなって言いたくない。いや、俺もまさやの、2000年代生まれの子が入ってきたのも衝撃やってん。まさやが入ってきたの。まあまあまあ、そうか。それがだってさ、2010年でしょ？ 2010 年生まれでしょ？うん。で、この間のオーディションの子たちとか2011年生まれとかさ。いや、それはすごいわ、俺事務所入った年やねん。ええー、に生まれてる子が。おんねや、もう。入ってきてんねん。それ、嫌やな。2016はまださすがにはなんか。うわーって思った。2016はおらんのちゃうかな、まだ。そやな。いや、怖ー。怖い。のぐらいの子が。そやな。坂野くんの事務所歴と同じぐらいの年齢の子が。留守番電話をしてくれたのに対して、ラジオネームみたいなギャグやな。いい面白センテンスやなんか、ラジオネームみたいな曲やなって。やばなすぎんねんって。勝たんでいいねん、逆に。勝とうとなんて思ってないよ。川島さんみたいなことせんといて。あ、そんな、恐れ多いですわ、そんな。やめてください。やめてください、恐れ多いです。それほどじゃないです。頑張りますけども。いや、嬉しいね。なんか。憧れの先輩にあげてくれたりとかな。いや、番宣、番宣か。番宣も宣伝か。番、うん、そうやな。最後に宣伝入ってきたけど。かわいい。かわいい。いや、嬉しいよ。この時間に、こんなピュアな声が聞けることってないから、生放送でさ。寝てるんかな？寝てんちゃう、はい、もう。学校とかもあるやろしさ。確かにね。帰り、おとついメールくれたわ。うん、鬼園ちゃん見ました。あ、かわいい。嬉しいな。黙っててくれたんや、その時も。あー、そっかそっか。話は。嬉しいね。いつ録音したんやろな。いつやろな。うん。
爽やかやったな。可愛いな。すごい。そやねん、ピチピチしてるもん、みんな。今みんなの顔と趣味とか特技とか書いた紙をいただきましたよ、うん、すごいな、いっぱい書いた。指すけって何？入りの趣味。指すけとや、指すまや、これは。あ、え、何？これ指すまか。なんか、スケって何？スケボーのちっちゃいおもちゃをこうやって指でやるやつって。ああ、おもちゃ屋さんでてつ。そう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 。あれあれあれ。すげえ。やってた。アイランド TV で上げて帰り、みたい。せ、アイランド TV とかで見えるからな。ね。みんながちょっとどんな顔なんやろ、どんな子なんやろって気になったら。すごっ。調べてください。うん？カイト。カイト。高松カイトくん。特技。国旗100カ国。暗記。すごっ。すごっ。2009年生まれ。やば、すげえ。10カ国も無理やと思うで。すごいな。10カ国はいけるんちゃうか。いや、俺無理やと思うで。ほんま？だ、見たことあるのに10個あるぞ、多分。いや、見たことあるだけやん。いや、いけるって。いや、10はいけるよ。限界な気がするな。いや、100すごいな。あかんな、俺もう趣味散歩とか買いつつあかんよな。いや、それはもうスペシャリストですやんか。テクテクしちゃってるから、まあ、もう。テクテクさせてもらってるから、ね。散歩のスペシャリストですから。それは確かに。それは奇跡的に繋がったから奇跡的に繋がったから、ありがたいけど。いいね、なんか宣伝やったけど、なんか、いや、許せる、ほっこりしたね、うん、よかった。いや、みんなにも知ってほしい、はい、もっとね。改めましてですけど、 EX シアター六本木にて開催するテレビ朝日六本木ヒルズサマーステーション、8月公演には、うん、サマステライブ2023限定ユニット未来ボーイズ24が登場します。ね、ぜひぜひ。カエリとコウメとカイトのことよろしくお願いします。覚えてください、お願いします。嬉しい、ありがとうございました。ありがとうね、3人も留守電くれて。もう寝てるかな。うん、またラジコで聞いてね。そうね。ギャグしたのどの子やろ。俺がいらんこと言ったから飛んでしまったな。特にギャグのごめん、特にギャグ書いてないから、ギャグしてそらんわ。高松くん、カイト。あ、カイト。カイトどんなすんねや。ギャグすんねや。意外やな、かっこいい顔して。なあ、ギャグすんね。男前やのに。ありがとうね。やりたいの入れてくれて。またスタジオにもおいでね。そうやな。もうちょっと大人になってからやな。そうやな、お前お前。誰もいかんが時間やったら。また大きくなったら。うん、また留守電ちょうだい。いや、ありがとうございました。ありがとう。俺ら今、平和の象徴やもんな、A で。って言われましたからね。リチャスエカ、マサマサカやから。で、ヘップの写真もさ、広告、見かけました、うん、って写真撮ってくれて。あ、歩き続けてた。ありがとうございます、本当。ブレブレの、歩きながらの写真。言わんでええやんか。ヘップ写真撮ってきたよ、半分見切れてる写真とか言わんでええやんか。私は A やんたんを聞いていますよ。家族は全員ベストアーティストを見ていますが、てんてんてん。いや、そら勝てんよ。でも今後はベストアーティスト出たいよな。下げとけ勝てない。めちゃめちゃ凝ってるもんな、これ。凝ってる。こんなん見たことないもんな。どこに力入れてんねんと思って。言うな。いい感じのバランスで全体的に治療がいいのが。ちっちゃい声出た方が効果になるから。ほんまっぽく聞こえるから。やめとけ。いっぱいステッカーやりましょう。残ってるし。代行処分しましょう。よっしゃ、おろ、ステッカー1枚消費。言うな。ステッカーの価値はさ、ないって。あんな折り曲がってんねん、出版の。抜き打ちです。言ってるだけな可能性あんで。怪しいよな、こんだけ聞いてるとな、逆に。うん。そう、何のことって帰ってきたらもう。アウト。ネギ力全滅。でもなんか、来週あれなんでしょ、うん、来週はあれなんでしょ収録会でこの、何分回したんでしたっけ?1 時間45分。で、その時、その収録でも心の声が聞こえてたんでしょ言っていいのかな、これは。なんか調子悪いんちゃうかっていう、たくさんの心の声が、二人に聞こえてしまって、それを引きずって、どんどん。二人が沈黙の時間が増えるって意味。生じゃなくてよかったもん。心汚れ切ってるわ。ほんまに、もう、心洗い直そう。あかんね。これからも、まさまさの、ね、応援のほどよろしくお願いします。伝わってますよね、まさまさの魅力が皆さんに。と、ま、と、ま。おじいちゃんやんけ、ただの。やったーやったー聞けた嬉しい早いつか聞けたらいいなぐらいやったのに。ありがとうございます。早すげえ、すごい嬉しい。そんなことできんねん。あんな可愛い子やったやん。
関西人には3人は負けてないぐらいの。まあ、混ざってても気づかんない。いいね、辛口ジングル、いいね、面白いね。あんなこと言ってましたか。割とね、ひどいね、そこだけ聞いて。でも、マサヤに比べたら俺マイルドですね。いや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 、こんなこと言ってました。消費とか言ってたやん、ステッカーの。代行処分言うても。一緒やん。これの方が一緒やな。気をつけましょう、本当に。あ、そうね、これね。お知らせがございます。来週7月12日、水曜日のヤンタンゴンですね。収録です。はい。ハッピートゥデイを募集します。今週末に起こったこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったことなどをメールで送ってくれ。はい。そしてですね、ヤンタン47ツアーもいつも通り実施しますので、47、その先、俺が引きます。旅行先決めないと。来週、旅行に行くのは、ここだ。お。おーリチャード京都府おーリチャード来週、リチャやったりせんかな収録リチャやったりせんかなね。今からでもリチャを連れてこよう。ね。さあ、ということで、Twitter でハッシュタグ、やんたん、世の夏はをつけて、京都府の自慢をつぶやいてください。どちらも締め切りは、7月10日、10日月曜日までです。たくさんお待ちしてます。はい、お願いします。さあさあさあ、お便りも来てますよ。お富山県、富山市の、うん、タロンプテ、ハロンプテカードさん。タロンプテカード。まさかありがとうございます。ありがとうございます。みえんちゃんと神奈さんに一枚ずつハガキ出しますね。ありがとうございます。まさかどくも、事実関係の仕事来ますように、とか。ありがとうございます。シャミセンラバーさんから紹介。おシャミセン大好きなオバリスです。ライブでまさかどくんのシャミセンが聞けたら最高よーい轟かせます。いいね、待ってますよ皆さんが。嬉しいね。愛知県のあやちゃんからは、品が凝り固まった存在という、まさかどのオープニングで話したワードセンスが最高すぎて一人でつぼった。ありがとうございます。覚えてないわそれ。おお、覚えとけよ。俺の副音声大事にしろよ。副音声やから覚えてなかった。こっちまで流れていくぐらいがいいからな、副音声はな、うん、いいね、ありそうやな。辛口がいいね。副音声副音声ラジオしましょう。ほんまに寂しいな。だから収録会とかに、いやいや、そっちがメインやから。俺ら5人が楽しいから。あ、そうなんだ。そっちが主役やけど、そっちが主役です。あ、ありがとうございます。ただけラジオ、これからもやっていきましょう。頑張りましょうか。うん、うん。ということで、今日のお相手は、デフルツ、田中正也と、まさかでしのりでした。ありがとうございました。失礼だな、純愛だよ。あ、ほう、呪術回戦やった。連続クイズ、検索ドーンって5回言って。